今日もですね、YouTube の読者さんよりご質問をいただいております。ワックスの温度帯が真ん中のものに関しては、まあ、寒い時でも暑い時でもどちらも兼ねて使えるっていうことはないんですかっていう質問をいただいておりますので、こちらについて教えてください。はい、じゃあお願いします。お願いします。まあ、両方兼ねると思います。これ滑る滑らないは、時の運ではないんですけど、まあ、現場行かなくちゃわからない部分はあると思うんですけど、はい、まあ、それも楽しみで、あ、今日は滑るかなって、自分のワックス処理がというのも楽しみにしていかれるといいと思います。まあ、本当にそれは当たるか当たらないかっていうのはあるんですけど、はい、まあ、真ん中の雪温のワックスっていうのは、まあ、よっぽど走らんことはないと思うし、冷えた時も冷えてない時も滑るとは思います。うんうん、ただそのよっぽどその気温が低くて、はい、その雪がこう降ってるっていう状態ではほとんどワックスが入りにくい、走りにくいんですけど、はい、まあ、その時はもう結晶が刺さらないようなように処理をしていくっていう、もう一番硬いワックスを入れていくしかないと思います。はい、まあ、だからそうやって楽しみにして、じゃあ明日はそんなに冷えてないし、ちょっと真ん中のワックスでいこうかなっていうのもいいと思います。滑ると思います。うん、はい、まあ、ある意味中間取りで、まあ、どっちに転んでもいいよみたいな。そうそうそう、で、うん、まあ、その代わり必ず帰ってきた時の処理として、汚れ取り、をちゃんとしてからですね、その上に乗せていくっていうことをちゃんとやった方がいいと思います。はい、最初から硬いワックス、その低温用のワックスやとか、はい、中温用のワックスを最初からそのベースもないのに入れてしまうっていうことをやられる方が最近お見えになりますけど、はい、そうするとなんだこう染みてないので、取れてしまったらやっぱブレーキングになるので、はい、やっぱり染み込ませる、その、まあ、本当にそれこそ高温用のワックスっていうか、うんうん、雪温が高い時用のワックスを中に染み込ませていくっていうことがいると思います。うん、そういう処理をした上で、はい、中温のワックスを塗っていくっていうのは構わないと思います。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ではお願いします。いつも YouTube チャンネル見ていただきましてありがとうございます。皆さんの中でそのスノーボード、スキーの板で、まあ、維持の仕方、メンテナンスの仕方でわからないことがありましたら、YouTube チャンネルのコメント欄の方にですね、どんどん質問の方をよろしくお願いします。スキー、スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時、動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。